まあ極端な話、僕がすごい登録者がいて、視聴回数も取れて、そういう僕が、その、例えば COD をものすごい批判して、ネガティブキャンペーンしまくってみんな買うなって言ってたら、開発会社からなんか言われても訴えられてもおかしくないですよねっていう。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今日は僕がね、最近思ったことをただただ喋る動画になってます。まあ、別に誰かに対してこうしろっていう要求をするわけではなく、まあ、単純に僕は今思ってること、考えてることをね、喋る動画になります。まあ、COD の話なんですが、まあ、最近のこうゲーム界隈全体の話かもしれません。この時期ね、毎年 COD の新作が出るタイミングじゃないですか。で、僕のコメントにもいろんなこう新作へのコメントがね、いっぱいこう、書かれるわけですよ。で、それで思ったのが、書かれたコメント見て思ったのが、なんかね、今年、すごいネガティブなコメントを書く人が多いなと思ったんですよ。感想はね、もちろん人それぞれなので、まあ、このゲームが面白くないって思った人は、まあそういうコメントを書いてもちろんいいんですけど、なんかね、こう、感覚的にパッていったような、あんまりプレイしてないけどパッていっちゃったようなネガティブなコメントがね、すごい目立ったんですね、僕のコメント欄では。例えばですよ、コメントでこう、なんか作りが安っぽいとか、マップがクソとか、打ち合いがないとかですかね。まあこの辺はなんかもう毎年言われてるような気がするんですが、なんか今年はそういうコメントがね、僕のコメント欄にはなんか目立つんですよね、すごく。で、その作りが安っぽいっていうのは、なんか、安っぽいですかね。むしろどんどん作り込まれてるような気はするんですけど、まあその人がなんかリアル系 FPS と比べたのかもしれないんですけどね。まあそういうコメントがあったりとか。で、マップがクソ。これがね、僕とのギャップがなんか強くて、まあ毎年 COD やってますけど、コールドーのマップそんなにひどくないというかむしろいいと思ったんですよね。まあ草マップも最初はおおなんじゃこりゃと思ったけど、まあプレイしててそんなにまあひどくはないんですよ、正直言って。で、砂漠マップもまあ基本あれ3連でリスキル防止のためこうマップのね、こう左右って言ったらいいのかな、端っこ部分がちょっと奥行きあるんですよ。だから湧いてからすぐ倒されるってことがまあ他の中規模マップに比べて少なくなってたりとか、まあその辺も考えられて作られてるんですね。だから、結構、いいじゃんみたいな風に思ってたんですけど、みんなマップクソって言って、あれって思って。だからその辺のギャップはありましたね。まあ、なんか僕から見ると、なんかパッと見とか全然プレイしてないのに、クソって言ってるのかなって見えたんですよ。まあもちろん、ね、感じ方は人それぞれなので、まあそれを、いや全然それはクソじゃねえだろうみたいな言い方はしないんですけど、あと打ち合いがないとか、打ち合いはあるよ。打ち合いがないっていうのは、どういう意味なんでしょうね。なんかしかもそういうコメントが結構あるんですよ。だから単純に知りたいですね、理由を。そう思った理由を知りたくて。あと街が強いとか、まあ、街が強いのは COD ね、毎年っていうか COD というゲームは街が基本的に強いんですけど、打ち合いがないっていうのは何なんだろうなと思ったりとか、まあそういうコメントがね結構多いんですよね今年。で、モダンオフェアシーズンを振り返ると、モダンオフェアシーズンの最初と比べるとですね、モダンオフェアは荒れたんですよ最初。で、なぜ荒れたかっていうと、マップがなかったりとか、あと、なんか野戦モードばっかりやらされたりとか、あとね、それで言うとマップですね。マップが、今で言う、全然プレイしないグラズマレイドとか、ああいうめちゃくちゃ広いマップでなぜかやらされてたんですよね。まあ、それはね、マップがとか、ミニマップがねーとか、そういうコメントがこう、ドロドロって書かれるのはわかるんですけど、コールドはね、そんなに書かれることあるかなと思って。でね、ちょっと寄り道すると、最近のモダンオフェアですね、すごいんですよ。てか、中盤から後半にかけてすごくて、まあ、ウォーゾーンが海外で流行り出したあたりかな、まあ、その追加マップと新武器のそのアップデートの頻度がすごいんですね。しかも全部無料っていう。で、追加マップもね、3連でね、中規模マップのすごい面白いマップ個人的に多いんですよ。だからモダンオフェアすげえなと思ってて、まあ、海外ではウォーゾーンが爆発的に人気になってて、もう有名なストリーマー全員やってますよね。もう、まあ、ウォーゾーンはメインではあるんですが、でもマルチの方も追加マップしっかり追加してて、いや本当すごいんですよ。プレイされてない方は本当もったいないなと思ってて、最初の方にやめちゃった人とか多分いると思うんですけど、いや面白いですよね、普通に COD 最近の。で、BO4 シーズンとか僕ね、正直中盤後半ちょっと嫌気さしてたんですよね。で、なぜかっていうと、追加武器がもうみんなガチャ武器とか課金武器だったりとか、あと追加マップもね、全部使い回し、過去作のマップを全部使い回してたりとかね、正直ね、もう嫌気さしてましたね。で、それで実際海外でも荒れてたんですよ。そう、あまりにひどい使い回しと課金武器で。で、それを改善してモダンオフェアではもう追加マップも無料です。新武器も無料ですってなってて。これをね、モダンオフェア最初にやめちゃった人に伝えたいんですよ。だからコールドも僕すごくアップデート楽しみにしてるんですよね。で、こっからは余談なんですけど、僕たちゲーム投稿者、いわゆるストリーマーは、ゲームを使って動画配信をしてるじゃないですか。で、ゲームの著作権は基本的に発売元とか開発者側に、もちろんね、会社にありますよね、著作権は。まあ、そういうコンテンツをまあ、言うなれば勝手に使用して、広告収益で収益を得てるわけですよ。まあ、会社によっては動画投稿 OK ですよって言ってあったり、まあ、そもそも黙認してるところがほとんどですよね。まあ、単純に宣伝になるから。そういうゲームコンテンツを利用して、動画配信をしてる僕たちは、なんだろう、そのゲームに対して基本的にはマイナス的な発言をしちゃダメですよね、そりゃ。じゃあなんだ、投稿者はそのゲームに対していいことばっかしか言えねえのかってか、そういうわけではないんですけど、まあ極端にそのゲームを批判したりだとか、まあ釣り目的のために、まあネガティブなことばっかり言うのは、まあダメですよね。その他人のものを勝手に使って批判してっていうのは。まあ過去に僕も全く COD を批判しなかったっていうと、まあ、それはね、どっか言ってると思いますけど、まあでも、最近、まあなんか改めて、そういうの本当、気をつけないとなって思った感じですね。まあ極端な話、僕がすごい登録者いて、視聴回数も取れて、そういう僕が、例えば COD をものすごい批判して、ネガティブキャンペーンしまくってみんな買うなって言ってたら、開発会社からなんか言われて訴えられてもおかしくないですよねっていう。で、極端に言うとね、そうなりますけど、僕はね、まあ、嘘はつきたくないですし、まあ正直なことはね、正直に言いたいので、まあいいものはいいっていうし、悪いものは悪いって言いますし、ただまあゲームをね、なんか極端にこう、ネガティブキャンペーンしたりっていうのは、投稿者側は、本当しちゃいけないことだなって、まあなんか、コメント見て思いましたね、最近。最近ね、そういうコメントがあったんですよ。まあ、グリノさんはあんまりネガティブなことをタイトルに書いたりしないとか、最近のね、ゲーム界はネガティブな釣りタイトルで釣ってる人が多いから、書いてあって、ああ、気をつけないとなと思って。まあ、僕もネガティブなタイトル全くしてなかったかっていうと多分どっかしてると思うんですけどね、さすがに。まあでも気をつけないとなとは思いましたね。これもね、余談なんですけど、まあ僕ね、まあちょっと精神的に病んでた時期が結構あるんですよ。で、モダンオフェアシーズン、ミネソタ大会あたりから結構、まあ症状がひどかったりして、まあゲームをね、楽しくプレイ、できない期間が結構多かったりとか、まあ、たまに起きるんですけどね、そういう精神状態っていうのが。そういう精神状態だと、本当何やってもゲームが楽しくないんですよね。だからいいゲームでもすごいネガティブななんか感情でプレイしちゃって全然楽しめないとか、まあそういうのって本当に単純にもったいないじゃないですか。楽しく始めたゲームなのに、なんかクソクソ言ったりとか、そういう自分が本当に、嫌だなと思って、まあ、ハセシンとか見てると、いや、彼は本当にすごいですよね。もう常にこう楽しそうに、本当に楽しくゲームをプレイして、まあ、子供の時の自分を見てるような気持ちになるんですよね。ハセシンを見てると。子供の時って、小学校とかそういう時って、どんなゲームでもやっぱ楽しかったんですよね。正直ぶっちゃけクソゲーでも楽しかったと思うんですよ。僕も当時、ガンダム好きだったんですけど、ガンダムのゲームやってて、当時はものすごい楽しく、神ゲーってやってたんですけど、今のレビュー見るとものすごい酷評受けてて、なんかいいところもいっぱいあるのに、悪いとこがあると、その悪いとこばっかりね、書かれるなって思ったんですよね。あ、今日の話の答えこれかもしれないですね。これかもしれないですね。そりゃどんなゲームにも悪いところは絶対あるんですよ。あるけど、もちろんいいところもいっぱいあった上での話なんで、そう、いいところもいっぱいあるのに悪いとこばっかり書かれて目立つっていうことかな。なんか、まあちょっとなんか納得しました、自分の中で。まあこういう感じで今日はね、自分の最近思ったことをただただ喋る動画でした。皆さん、たまにね、こういう動画出そうかなと思います。皆さんの意見もね、ぜひ聞かせてください。本当にただ喋る動画でした。お疲れ様です。Twitter、Instagram ぜひやってるので、概要欄からチェックお願いします。お疲れ様です。